ウィリアム・ハリソン、ウィリアム・ヘンリー・ハリソン、1773年2月9日から1841年4月4日は、アメリカ合衆国の軍人、政治家で、第9代アメリカ合衆国大統領である。1811年のティピカヌーの戦いでの勝利で、名声を獲得したため、ティピカヌーあるいは、オールドティピカヌーの愛称で呼ばれた。身長5フィート8インチ。 約173センチメートル。他の多くの初期の大統領と同様に、バージニアのプランテーション所有者だった。当時としては、高齢の68歳で大統領に就任したものの、在任期間わずか1ヶ月で死去した。また、アメリカ独立宣言の前に生まれた、つまり生まれながらの合衆国市民でない最後の大統領であった。 1773年2月9日にバージニア州チャールズシティ軍のバークレイプランテーションで生まれたベンジャミン・ハリソンとエリザベス・バセット夫妻の7人の子供の抜歯で3番目の息子だった。一家はバークレイプランテーションでも著名な政治家一家で父親は大陸会議で独立宣言へ署名を行い、1781年から84年までバージニア州知事を務めた。 兄のカーター・バセット・ハリソンはバージニア州選出会員議員だった。1787年、ハリソンは14歳でハンプデンイコール、シドニーカレッジに入学した。彼は1790年まで同校で学び、ラテン語に精通し、基礎的なフランス語を習得した。学校で宗教復興の動きが起こり、父親は彼を退学させた。 その後サウサンプトン軍の学校で短期間学び、そこで奴隷制度反対のクエーカーとメソジストに関わるようになったと言われる。奴隷制度を支持していた父親は腹を立て、ハリソンをフィラデルフィアに移させた。フィラデルフィアでハリソンはロバート・モリスの家に下宿した、そこで得られる医学的訓練のためだったと言える。1790年にペンシルベニア大学に入学。 ベンジャミン・ラッシュ博士の下で内科を学んだ。ハリソンが彼の電気作家に説明したように、彼は勉学を楽しんではいなかった。フィラデルフィアについて今もない1791年に、父親が学費も残さずに死去したため、ハリソンはモリスの下に置き去りにされた格好になった。18歳の時、ハリソンは陸軍に入隊し、オハイオ州に派遣された。ハリソンは、 白人の西部侵略に反発するインディアン、部族連合軍を撃破。米英戦争でもイギリスと小児族の連合軍に勝利し、この活躍で白人社会で一躍国民的英雄となった。その後、ハリソンは政治家に転じた。民主共和党に所属して、下院議員、選出や上院議員、オハイオ州選出などを務めた後、 ホイック党に所属して1836年のアメリカ合衆国大統領選挙に出馬しが、この時は民主党のマーティン・バンビューレンに敗れた。1840年の大統領選挙で再びホイック党から出馬し、現職候補のバンビューレンを破って当選した。当時のアメリカ大統領選挙は現在と異なり、候補者が選挙活動をすることを潔しとしない風潮があった。 しかしハリソンはこの慣例を破り、派手なパレードや華麗なパーティーを代々的に開き、政治的発言は一切禁じた上で、自身の戦争の英雄というイメージを有権者に浸透させることに成功した。ハリソンが大統領就任宣誓を行った1841年3月4日は非常に寒く風の強い日だった。ハリソンはコートを着用せず、 ほぼ2時間、近いアメリカ市場で最長の就任演説を行った。3月26日、ハリソンは風邪をひいて体調を崩し、やがて肺炎を発症して4月4日に死去した。しばしば、ハリソンは就任演説で風邪をひいて死去したと語られるが、ハリソンが風邪をひいたのは、実際には就任演説から3週間以上も後のことであり、風邪をひいた。 直接の原因を就任演説だとするのは医学的に正しくないとの指摘がある。在職中に死去した初の大統領であり、わずか31日という在任期間は歴代大統領でも最短記録である時点はジェームズ・ガーフィールドの199日。また、68歳という高齢での大統領就任はロナルド・レーガンが第40代大統領に就任するまで、 最高齢記録として破られることがなかった。レーガンは69歳349日での就任。なおこの記録は、ドナルド・トランプが70歳7ヶ月で第45代大統領に就任したことで破られた。最後の言葉は、その場に、不在のジョン・タイラー副大統領に当てたものと思われるが、あなたが政府の原則を理解し、実行してもらいたい。 望みはそれだけですというものだった。ハリソンの死去に伴い、副大統領のジョン・タイラーが大統領に昇格した。あんな夫人との間に十人、六男四女の子供を設けた。これは、一人の夫人からの間では最多であり、また、就任時十人の子供がいたのも最多である。孫は四十八人、早々は百六人人いる。これは、 歴代大統領の孫としては最多である。アンナ夫人は就任式には間に合わず、後からワシントン入りする予定で荷物をまとめているところに、不法を聞いた。結局一度もファーストレディとしての活動もせず、国葬にも間に合わなかった。その間の一ヶ月は、次男の未亡人 J.R.Win h a r r i が大役を務めた。ウィリアムの息子。 三男ジョン・スコット・ハリソンも1853年から1857年までオハイオ州選出会議員であった。ウィリアムの孫、ベンジャミン・ハリソンは1889年に第23代大,大統領に就任た。長子をベンジャミンと命名するのはハリソン家の伝統だった。ウィリアムとベンジャミンは唯一の祖父と孫で大統領に就任した例である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。